はい、こんにちは。シンプリーライフです。今回は河合隼さん著「無意識の構造」と彼の京都大学での最終講義の内容を参考にしながら、人生に大きな変化をもたらすコンステレーションという考え方について解説していきたいと思います。河合隼さんは日本人として初めてユング研究所でユング派分析家の資格を取得した臨床心理学者であり、心理療法家です。分析心理学を日本に普及し、その実践に大きく貢献した人。また1965年に箱庭療法を日本へ初めて導入した人でもあり、現在でも病院や心理相談室などで広く使われています。京都大学名誉教授、教育学博士でもあり、文化庁長官を務めた経験もあり、その他の経歴受賞歴もとんでもないのですが、とにかく日本の政治教育に幅広く貢献した方でした。2006年8月に脳梗塞で倒れ、2007年7月19日に79歳で逝去されています。そんな河合隼さんはユング派の心理療法家として患者さんの無意識の状態を知るために夢分析を活用していました。彼は夢は無意識の状態を知るのに誠に強力な武器であると言っており、夢分析を続けている中で日本人の意識無意識を含めた心の在り方の可能性に注目しました。日本人の心はこれまでどんな風に表現されてきたのか、日本人の意識無意識を丹念に振り返ることで、現代の西洋と東洋のぶつかり合いの中に見出される未来へ向かう傾向性を的確に把握することができるんじゃないかと考えたわけです。現代を生きる私たちが引き継ぐべきミッションとヒントが本書「無意識の構造」には書かれています。無意識の世界の魅力に引き込まれること間違いなしな本ですので、ピンときた方は是非手に取って読んでみてください。というわけで早速ですが結論から参りましょう。人生に変化をもたらす究極の方法。結論はシンクロニシティを捕まえるです。どういう意味？全然わかんない。ツッコミありがとうございます。順番に解説させてください。というわけで今回の動画では、1、無意識には構造がある。2、自我と自己の違い。3、夢と無意識の関係。4、シンクロニシティとは。5、コンステレーションの中で生きるの5つのポイントに沿って解説していきます。最後まで見れば現実の捉え方がガラリと変わるはずです。それでは行ってみましょう。ポイント1、無意識には構造がある。何かの行動をした後で我ながら思いがけないことをしてしまったと思った経験があなたにもあるのではないでしょうか。このチャンネルで無意識についての動画を見ている方なら無意識の存在についてはご承知のことと思いますが、本書の情報を踏まえて簡単に解説しておきますね。本書では夫が外で浮気をしていることを知人から知らされたことでヒステリー症状が出てしまった女性を例として挙げています。彼女は急に耳が聞こえなくなったということで耳鼻科にかかり、耳の器官には異常がないということで精神科医の診断を受けるようにと言われました。精神科医は彼女の状態が心理的な問題から来ているものかを調べるべく、彼女に対する質問を声にしながら筆談していきました。彼女がだんだんと筆談に引き込まれてきたと感じた時、医師は紙に書かず冒頭で質問すると、後ろで大きな音を立てても本当に全く反応すらしなかった彼女がその口頭の質問に応答したのでした。つまり彼女は耳に異常があるのではなく、聞こえるのだが聞こえない状態にあり、何かしらの心理的な問題があると判断できたわけです。これは一体どういうことなのか、心理分析学の創始者フロイトの考えに従って説明してみましょう。彼女は治療を続ける中で夫が浮気をしているということを完全に忘れていたことを思い出しました。なぜ忘れたのかというと、彼女が夫の浮気を知った時、夫に対する怒りと離婚による損失との間で妥協点を見出さなければならないという苦痛によって自分の存在を破綻させないようにするためです。そしてこの時無意識的な反応として知人から聞いた夫の浮気の話そのものを忘れ去るヒステリー性健忘という症状を引き起こしたと思われます。彼女の記憶は完全に抹殺されたわけではなく、無意識内に存在し続けていたということ。ヒステリー症状の他にも人間誰しもが持つコンプレックスによって無意識的に行動が妨害されたり、身体的な症状として表出することがあります。これらのことから人間には自我を破綻させないために激しい感情や情動を無意識の中に抑圧しようとする働きが備わっていて、それによって身体的な症状や我ながら思いがけないことをしてしまったと思うような行動が出てしまうことがあるんです。ここまで話をしていた無意識は分析心理学の創始者ユングが言うところの個人的無意識にあたります。ユングはこちらの図のように心を総構造に分けて考えました。個人的無意識よりもさらに深いところにある家族に特徴的な家族的無意識、ある文化圏に共通に存在する文化的無意識などがあると考え、そしてそれらを総称して個人的に獲得されたものではなく人類が生まれ持った普遍的な普遍的無意識集合的無意識というものがあるとしています。本書のテーマはこの普遍的無意識を説明することだと河合さんは言っておりますので、深い無意識の世界をもっと理解したいという方は是非本を手に取って読んでみてください。ポイント2、自我と自己の違い。無意識について知る上で自我と自己の話は重要です。まずは自我について。自我とは簡単に言うと私のこと、行動や意識を主体的に操作している私という人間のことを言います。五感を使って外の世界を認知している私、内側にある欲望や感情を認知する私、経験や体験を記憶する私のことです。自我はそれらの機能を果たしながら自ら意思決定をし自らの体を動かします。そして外的な現実と内的な欲望感情の間に大きい摩擦が生じないように適切に行動を選択し遂行していかねばなりません。自我の最も大きな仕事は人格を保つこと、安定性を保持することです。一つのまとまった人格として存在するために大きい矛盾を持つことは許されません。自我は自分自身を防衛する機能を担っています。自我をより分かりやすく解説するためにポイント1のヒステリー性健忘になった女性を例に解説していきます。夫が浮気していることを知らされ大きな心的負担を負った彼女がその事実を完全に忘れ去るその直前、彼女の中にはこんな人とは今すぐ離婚だという怒りの感情と、離婚したらこの先どうなるのだろう、何も知らない子供たちを巻き込んでしまうのは避けるべき、浮気を黙認し辛抱した方が得だという意識、2つの間で激しい葛藤が生じました。結果、彼女の意識が浮気を黙認し辛抱した方が得だという判断をしたのですが、その時自我は自らの最も大きな仕事を遂行したのです。湧き上がった怒りの感情を持ったままでは矛盾が生じ人格を保てないから、無意識の中に怒りの感情を追いやろう。自我の働きによって彼女という存在は怒りの感情を無意識内に追いやることに成功。それと同時に浮気を黙認し辛抱した方が得だと考えたことも、知人から夫の浮気を知らされたことすらも忘れ去りました。自我の働きにより彼女は人格を保ち安定性を保持したかのように見えましたが、ここで不可解なことが起こります。彼女は耳が聞こえなくなるという身体的な障害を発現させました。本書では彼女の心が感情を無意識に抑圧することを拒否したため身体的な障害が起こったと解釈されています。ここで ① 感情を抑圧することを拒否した心って何？ ② 自我が安定しようとしている時に耳が聞こえなくなるという症状を起こさせてまで何かを気づかせようとする存在って何なの？という2つの疑問が湧いてきますよね。ユングは自我の安定性を崩してさえも常にそれよりも高次のものへと向かおうとする傾向が人間の心の中に存在すると考えました。人間の意識も無意識も含めた心の全体性というものに注目し、心全体の中心としての自己という存在を仮定するようになったのです。自己とは心の全体性であり、また同時にその中心である。これは自我と一致するものではなく、大きい円が小さい円を含むように自我を包含するものであるとユングは言っています。かなりややこしくなってきましたが、私の解釈を踏まえて図にするとこんな感じです。脳の中には意識と感情があり、それらが矛盾しないよう常に人格を保とうとしてくれる自我私がいます。矛盾が発生した時、人間は自我を破綻させないために激しい感情や情動を無意識の中に抑圧しようとする。しかし心はそれを受け付けず、拒絶のサインとして身体的な障害や症状、我ながら思いがけないことをしてしまったと思うような行動が出ることがあるんです。その心全体の中心にあるのが自己。ユングの定義に従うと自己は無意識内に存在していて意識化することが不可能なものです。この自己についてのお話は深海よりも奥が深く宇宙よりも広大なので、興味を持った方は本書を読んでみてください。ここでは自己実現という言葉について少しだけ触れておきます。かつてユングに対して自己というものをもっと具体的に見えるもので言ってほしいと迫った人がいた時、ユングはここにおられる全ての人が私の自己ですと言ったそうです。全ての人が私の自己ですって全然意味がわからないんですけど、と思ってしまいますよね。これについて河合隼さんの解説を本書からそのまま引用させていただきます。これは自己実現ということがいかに自分個人だけのことではなく他の人々のつながりを有するものであるかを端的に示している。実際に分析を受け始めると他人との関係の改変や対決を迫られることが多く、他人と無関係に自分だけの成長を図ることなどは不可能に近いことが実感されるのである。自己実現というものは意識の主体としての私=自我だけが満足することではなく心全体が満たされるということ。つまり他の人々とのつながりや関係なしに自己実現は語れないということでしょう。ポイント3、夢と無意識の関係。夢は無意識の状態を知るのに誠に強力な武器であると河合さんは言います。夜になって眠っている間、無意識は活性化され、その動きを睡眠中の意識が把握し、それを記憶したものが夢。ユング派の心理療法家は夢分析を極めて重視しており、患者さんに夢を記録して持ってきてもらって、それを素材に話し合っていくのだそうです。ちょっと不思議な話ですが、ユングは世界中の神話や昔話、おとぎ話などを広く調べており、そこには人が普段見る夢や患者の幻覚などとの共通点があることを見出しています。そしてそこにはいくつかの基本的なパターンがあることに気がつき、そこから人種や時代に関係なく全ての人間の中になぜか最初からインプットされているデータがあるという仮説を立てました。それが原型アーキタイプです。有名なのはグレートマザー型。母親のイメージというとどこの国でも曲線的で丸いものをイメージしますよね。日本の土偶でも海外の壁画でも母親は曲線的で丸いものとして描かれています。他にも知恵のシンボルとしては白いひげを生やしている賢そうな老人というのが各国共通のイメージで、これは老賢者型と言われています。原型は全人類共通の無意識である普遍的無意識を構成し、ユング派では夢はこの原型の働きによるところが大きいとしています。ユングは1919年「本能と無意識」という論文の中で初めて原型という用語を使って以来、人間の無意識内に存在するいろいろな原型を探ることがユングの心理学における重要な課題となったと河合さんは言っています。ユング派による分析心理学では、夢を分析する時にはそれと関係がありそうなおとぎ話や昔話をできるだけ多く集めて解釈し、象徴的意味合いをできるだけ広く探っていくという特徴があります。河合さんは夢分析において、いわゆる夢占い式に歯が抜けた夢を見ると人が死ぬというように決まった公式があるわけではない。一番大切なことは夢を見た本人がそれをどのように感じ、どのように考えるかということであると言っています。本書ではこの後河合さんが直接的あるいは間接的に聞いた他者の夢の話について、心理学的な観点や童話、神話、昔話と重ね合わせながら考察がなされていました。ポイント4、シンクロニシティとは。例えばの話ですが、私が A さんが亡くなったという夢を見るとします。眠りから覚めるのとほぼ同時に電話が鳴り、 A さんが先ほど亡くなりましたという連絡が入った。この場合、夢の中で起こった現象と現実で起こった現象が一致しています。ですがこれは夢を見たから A さんが亡くなったとも、 A さんが亡くなったからそんな夢を見たとも言えず、夢と現実との因果関係ははっきりしません。でもこんなことが起こったら何か意味のある偶然の一致のようにも思えてくるなぁと私は思いました。ユングはこのような因果的には説明不能だけど教示的に起こる意味のある偶然の一致と思わざるを得ない現象をシンクロニシティと呼び、そこには非常に大きな意味があると言いました。ポール・ハルパーンさん著「シンクロニシティ科学と非科学の間に」によると、ユングはチューリッヒに住んでいた時、アインシュタインと何度か対話の機会に恵まれ、その時間が後に心理学と物理学の両面から精神と肉体を統一的に表そうとする主な動機になったそうです。そして彼との夕食中に就寝中の夢や日常における偶然の一致、文化の共通点に関する自らの考えや相対性理論などについて意見を交わしたことで、シンクロニシティの概念が頭に浮かんだとのこと。例えば先ほどの A さんが亡くなった夢のように、睡眠中の夢は現実の出来事に対応する、それぞれ異なる場所で同時に進行することがあるとユングは考えたわけです。またユングが自身の著書の中で書いたシンクロニシティと関連づけた有名なコガネムシの逸話についても紹介しておきます。患者である一人の若い女性が治療の成否が決まる重要な時期にある夢について話していた。その夢の中で彼女は黄金の黄金虫を受け取ったという。私は閉めた窓を背にして耳を傾けていた。すると突然窓を小さく叩く音が聞こえたのである。振り返ると外側から窓を叩く昆虫の姿が目に入った。窓を開けるや否や部屋に入ってきたその生き物を私は手で捕まえた。手の中を覗くとその地域に生息するコガネムシのうち最も黄金に近い種のコガネムシだった。当然のことですが、この逸話が有名だからといってユングの主張が正しいと認められるわけではありません。でもこのような偶然の一致を多くの人が経験したことがあるのもまた事実です。ちょっと個人的な話になりますが、以前こちらの動画で山口県下松市にある笠戸島に行った時の話を日本一美しい夕日の映像とともにお伝えしたことがあります。するとその動画を見てくれた方の中に笠戸島が故郷の人や今ちょうど笠戸島に来ているという人、親が笠戸島の出身だという人など関わりのある方々からいくつかのコメントが寄せられました。これだけでも奇跡的な偶然の一致を感じるのですが、その中でも鳥肌が立ったのは笠戸島のある下松市のご当地ラーメンである下松牛骨ラーメンについての K さんのお話です。 K さんのお母様は笠戸島出身。コメントはありえない現実が起こりましたという言葉から始まりました。K さんはある時偶然東京の荻窪に住んでいる方と親しくなります。その直後笠戸島のある下松市のご当地ラーメン下松牛骨ラーメンがスーパーの西友のお墨付きとして商品化され、カップ麺として東京荻窪ラーメンの真横に配置されたそうです。下松を正しく読める人はおそらく東京にはほとんどいないだろうと思えるくらいのマイナーすぎるくらいマイナーな下松のラーメンが荻窪という地で荻窪ラーメンの横に並ぶところを目撃するなんてどんな確率で起きますでしょうか。神のいたずらでしょうか、というようなコメントでした。そしてここからが本題です。私がなぜ笠戸島に行ったのかというと、それは心理学者の瀬能武春さんと会うためでした。ここの夕日が素晴らしいということで、おそらく彼に会わなければ一生行かなかった可能性の高い場所に行ったわけです。笠戸島で夕日を見た後、瀬能さんと一緒に真っ暗の中歩いて橋を渡りました。橋を渡り終えた後、ふと島の方を振り返ると強い光を放つ光がありえないくらい近い距離で並んでいたんです。ネットで調べてみると、その日は木星と金星が近づく珍しい期間の最中でした。行きのタクシーの中で下松という地名は星降る町という伝説から付けられたものだと運転手さんに聞いたのを思い出し、2人でこの旅ではなんか星っていうキーワードがやたらと出てきますねという話をしながら夜道を駅に向かって歩きました。2月の終わりで夜はまだ寒く、下松駅に着く頃にはかなり体が冷えていた。2人とも温かいものをすぐに食べたいとなり、下松駅前の目についたラーメン屋にふらっと入りラーメンを注文。何の気なしに入ったけど、ここのラーメンめちゃくちゃうまいですね、当たりでしたねという会話が思い出されます。後から調べて分かったことですが、そのラーメン屋の名前は北斗亭でした。話は戻って K さんから下松のラーメンの話を聞いた時、まさかとは思いつつも K さんに「もしかして北斗亭って下松牛骨ラーメンのお店ですか?」と聞くと「そうです、北斗亭と香蘭という2つのお店が牛骨ラーメンの最も有名なお店です。香蘭は半世紀以上で、そののれん分けに近い形が北斗亭です」とのことでした。 K さんのラーメンの話もそうですが、下松が星降る町であること、木星と金星の大接近、偶然入ったお店が北斗亭という星にまつわる名前というところにも胸が熱くなる一致を感じています。この話を聞いて皆さんがどう思われるかは分かりませんし、1ヶ月間の中で起こった出来事なので強磁性があると言っていいのかは分かりませんが、私にとっては意味のある偶然の一致としか思えない出来事でした。いつかもう一度下松に行くことになるかもしれないなと感じています。ポイント5、コンステレーションの中で生きる。コンステレーションはユング派の心理学者がよく使う言葉で、河合隼さんがユング研究所で学んだ非常に大事なことの一つだと言います。コンステレーションは英語で直訳すると星座という意味。星の光は遥か彼方から地球に届いたものであり、誰かが意図を持って配置したものではありません。偶然そのような強さで輝き、偶然そのような配置になっています。私たち人類はそんな彼方の星々に思いを馳せ、形や物語を見出してきた。偶然の配置の中に意味を見出して生きてきたわけです。河合さんは京都大学の最終講義でこんな話をしています。以下こちらの動画からの引用です。空飛ぶ円盤というものがありますよね。 UFO って言うんですか？あれに対する論文がありまして、ユングが言っているのは空飛ぶ円盤があるとかないとか言うんじゃなくて、非常にたくさんの人が空飛ぶ円盤はあるとか見たとか言っていることは、何か非常に大事な原型的なものがみんなの心の中にコンステレートしているんだって見方をしているんです。これだけ世界中の人がそういうものを見てるっていうことは、 UFO があるのだないのだなどという前に、人間の心の底に今動いている原型的なものを理解するということが、現代の文化を理解するのに役立つのではないかというふうに結論していくわけです。引用終わり。非常に興味深い内容なので、ピンときた方は是非見てみてほしいのですが、この最終講義を聞いてみて、私はシンクロニシティやコンステレーションが起こっているかどうかの判断基準は、私の情動が動いているかであると解釈しました。そう考えると、先ほどの河合さんのお話は人類全体の集合的無意識に関わる壮大すぎるお話なので何とも言えませんが、例えばポイント4でお話しした私の個人的な体験は、意味のある偶然の一致が織りなす一つの物語、コンステレーションかもしれないと思えてくる。この物語に登場する人や場所と私はどんな関係があるのか、この出来事は私に何を伝えようとしているのか、一体どんな意味があるのか。そう考え始めると、人生がとても面白くなってきましたし、今必死に勉強している量子もつれ、量子テレポーテーションとのつながりも見えてきて興奮しました。シンクロニシティやコンステレーションには明確な因果がありません。そして最先端科学の現場でも因果がはっきりしない量子もつれという現象が話題となっています。そしてそれらの奥に隠れている意味を私たちは掴もうとしている。もちろん社会で生きていく人間として物事の因果を捉えることは重要です。こうすればこうなるということをたくさん知っていれば、コントロールできる部分が増え生きやすくなる。でも何でもかんでも因果関係が分かると思ったら大間違いですし、分かったからといって人間の心の問題においては解決できないことの方が多いように思います。そしてさらに河合さんはより重要な考え方を提案してくれています。再度最終講義より引用です。私という人間は外にいて全く関係のないところで何か問題が起こっている。そしてそこには原因と結果があると。だからここを押せばこう治ると、こうやりたいんですね。じゃあ私は何をするかというと、ボタン押しをやりたいわけですよ。どういうことかと言ったら、お父さん反省しなさいとか、文部省しっかりやれとか。そうすると私は安全なんですね。ところが実際はそうじゃないでしょ。人間が生きてるってことはこんなことはないんですよ。もう現象の中に私が入っているんです。私が入ってるってことは全体がお互いに不思議な関係を持っていると。そうすると例えば自分の子供が学校行かない、その時に誰が悪いというんじゃなくて、この子が学校へ行かないということにどういうことがコンステレートしているのか、その家に、その社会に、あるいはその子にというような見方をすることによってですね、我々の生き方が変わってくる。コンステレーションという考え方をしますと全人的な関わりとなってくる。全体的なコンステレーションを読むと、そうだ、そうすると私はこう生きねばならないとか、うちの子供が学校に行かない意味は私にとって何を意味するのかというふうになってきまして、自分が動いていこうと、こういうことになります。だからコンステレーションを読み取るってことが非常に大事になってくる。引用終わり。現象の中に私が入っている。これは量子力学の観測者問題や量子もつれの研究においても非常に重要なキーワードとなっており、ここでも不思議な一致を感じました。はい。というわけで今回は河合隼さん著「無意識の構造」を参考に人生を変えるコンステレーションについて解説してきました。最後の最後で河合さんは日本人の意識の構造、無意識の在り方が明らかに西洋人のそれと異なっていることに言及しつつ、こんなことをおっしゃっています。日本人の意識、無意識を含めた心の在り方というものがどのように表現されてきたかを丹念に振り返ることの必要性をも痛感している。実のところ無意識の世界の無時間性という点に注目するならば、古いものの中に全く新しいものを発見することも可能であると思われる。日本人である私という存在の無意識の中に漂う自己を捉えたくなる一冊でした。今回も最後まで見ていただきありがとうございました。それではまた。